皆さんこんこにちは作家の本田健ですえ今日は今ちまたで流行っているクラブハウスについてお話したいと思いますえクラブハウスの存在はアメリカ人の友人から聞いてたんですけどんなんか社交クラブみたいな感じなのかなというふうに思っていましたで実際ですね、えー、先週かな、えー、伝え方が9割でミリオンセーラーになった佐々木圭一さんからえ紹介してもらいましてクラブハウスに誘っていただきました 2名しか、えー、推薦できない、招待できないというその枠をですね、使ってくだ、えー、さったことに本当に感謝しています。で、このクラブハウスっていうの面白くて、えー、招待制なので、えー、ある意味でそのちゃんとした人というか、こう自分の中で大切な人を紹介していくっていうプロセスの中にですね、信頼性と安全性が担保されていると、えー、そういうふうなメディアだと思います、えー。今日はですね、クラブハウスの面白いところについてお話したいと思います。 クラブハウスはですね、音声、SNS というふうに言われていて、ツイッターと比較されることが多いんですが、どういうふうなものかと言いますと、まだ体験されてない方、iPhone 持っていらっしゃる方は招待して、招待してくれる人がいれば会員になることができます。無料なんですけども、まず、その招待者があなたにメッセージを送ってきます。そしてそこからですね、アプリをダウンロードして、 そして、その自分の登録、自分の名前とか連絡先を登録すると、いろんな部屋に行くことができます。ルームというのがあるんですけども、そのルームではですね、いろんな人たちがおしゃべりをしているわけです。まあ言ってみればホテルみたいなクラブ、ハウスっていうのがあって、そしてそこにいっぱいその宴会場があると思ってください。そこを開けるとですね、部屋によっては4人しかいない。部屋によっては5000人いるっていう、まあ部屋のサイズはですね、 その見ればまず分かるんですけども面白いのは、えー、あなたがフォローしてる人そしてフォローされる人の名前が出てくるんですよね。でそして、えー、その名前を見てあすごいこんな有名な人たちが来てるんだと思って、えー、そこをタップするとその部屋に入れるわけです。で普通はですね、えー、そこに、えーまあ、視聴者として、えーまあ、聴衆として、まあ、言ってみれば講演会場が、えー、広い公演会場に講師の人2人とか5人とかが喋っていて。 まあそこに入るわけですよね。で、それでこう静かに座ってて、面白いなと思ったらそのまま行てもいいし、つまらないなと思ったらこっそり出て、まああのリ、リあの、静かに退出するってボタンがあるんですけども、そこを押して、そしてまた別の部屋に行くわけです。まあこれハマるとね、本当にクラブハウス廃人って言葉があるらしいんですけども、面白すぎて朝から晩までクラブハウスに <laughs> 住んでるというか、住人みたいな、そういう人たちがいます。まあそれぐらいクラブハウスっていうのは魅力的なんですけども、 そのですね、この僕が使ってみて、このメディアの未来、将来性がどうなのかってことについてもお話したいんですが、まあ、その前に、このクラブハウスの特徴として、いくつかポイントがあります。一つは、そのクラブハウスメンバー同士でメールとかチャットとかやり取りできないということですね。まあ多分、その機能も、いずれはひょっとしたら追加されるのかもしれませんが、基本的に、 その電話番号をお互い交換できる人たちでのみ、え、連絡ができるってことなので、多分その知らない人同士でメールがやり取りできるようになったら、まあ誹謗中傷とかね、そういったことにも発生しかねないので、なので、まあそういった人たちには、お互いに連絡ができないようになっているんだと思います。 で、あとはですね、コメントが書き込めない。あの話すごく良かったとかえ、そういったことが書き込めないという意味では、えー、ちょっと話している側としたもの足りないんですが、逆に言うとネガティブなコメントも来ないので、まあそういう意味でですね、心穏やかに話すことができます。で、他のそのソーシャルメディアとの違いなんですけれども、まあ僕は感じるのは、こう、Facebook はポジティブメディア、えー、そして Tw Twitter、ッターはネガティブメディアだと僕の中では認識してます。 どういうことか,かと言いますと、Facebook がですね、えー、こんなフィアンスができました、えー、彼氏とこんな素敵なところでご飯してますとか、こんなすごいワービーのコース食べてますとか、こんな指輪もらいましたとか、結婚しましたとか、基本的に楽しいこと、嬉しいこと、それをですね、えー、友人たちに祝ってもらったりとか、喜んでもらってよかったねっていう、そういうメディアだったんですね。僕実はボストンに住んでた、もうですから16、17年ぐらい前ですか。 えー、あそこの時にですね、Facebook の誕生というかあの、あの辺からスタートしてますので、僕もめちゃくちゃ初期に、まあ日本人誰も会員じゃなかった時に最初ページを持ってたんですけど、えー、まあすぐ抜けて、まあそれからもう十数年経ってからまたカンしたんですが、あの時はですね、そんななんかこう、えー、見せびらかすとかそういうんじゃなくて、友達が近況報告し合ったり、そのなんか合コンの時に相手がどんな人なのかを知るためのツールだったんですよね。 なのでそういったところからだんだんなんかそれが変質してマーケティングのツールになっちゃったり、あるいは私すごって、こんな私すごいから、えー、ぜひ私のことをフォローしてくださいとか、まあ、そんな風なメディアになってしまったわけです。まあ、逆に言うと、その Facebook は、その人の幸せを見せつけられる場にもなったわけですよね。 なので一応いいねっていうのをボタンを押すけど、気持ちは全然心が沿ってない。本当はね、なんかこういいねっていうよりはなんかこんな見たくなかったと思う人たちもいるかもしれませんが、まあ仕方なくいいのをしてる人たちもいたりとかするわけですよね。まあそういう意味で、えー、ただポジティブなそのこう雰囲気をまとめるという意味で、えー、Facebook は素晴らしいと思いますで。Twitter はですね、情報の拡散という意味では素晴らしいと思うんですが、逆に偽情報とか、えー、フェイクニュースとか、そういったのもすごく拡散されやすくなっているわけです。 あるいは、えー、すごいネガティブなこと。あいつはもう最低だとか、信じられないとか、幼稚園児だとか。まあそんな形で、まあ誰かを誹謗中傷することで、まあ炎上させたり、えー、そういったことが結構多かったりとかするので、僕はどちらかというとネガティブメディア。まあ、だからあんまり、えー、この、その、ツイッターとか僕は触ってないんですけども、まあそういうふうなのが得意な人もいるし、まあネガティブなことで、えー、批評っていうか、まあそれは一つの文化なので、それはそれでいいと思うんですけども、 まあそういう、えー、ポジティブな Facebook、そしてネガティブな Twitter、まあこれは僕の主観ですよ、えー、に比べてですね、えー、このクラブハウスというのは、まあ、ポジティブでも、ネガティブでもない、えー。つまりは、言いたいことを、えー、言いたいように誰かが語って、えー、そして、えー、そのクラブのルームが閉じられるときに全部生産されていく、まあ。こういうふうなメディアになっているわけです、まあ。そういった意味でですね、あなたが本当に話したいことを話し出すと、面白いことに、 あなたと同じような興味を持つ人たち。その人たちがですね、全国だけじゃなくて、世界中からやってきます。で今僕の,あのクラブハウスのルームで起こっていることなんですけども、面白いのは、え僕がそのえ部屋を立ち上げますよね。そうすると世界中から、ホンダ県と県ホンダをフォローしている人たちが来るんですね。 ね、申し訳ないのは、間違ってアメリカとかヨーロッパとかからの僕のファンの人たちが来たときに、僕は日本語で話す今、ことが多いわけですけど、そうなると、えー、クラブルームに入ってきても、僕は日本語で話してて、寂しく帰っていくみたいなことがあるので、最初にですね、I'm sorry this room is for Japanese speaking only って日本語で話すのだから、また今度英語の時に来てたいねって言ったら、今度逆もそうなんですけども、まあそういう形で、そのクラブハウスというのは、 残念ながら、えー、言葉の壁はまだ超えることができてない。逆に言うと、英語を話す人たちだけ、日本語を話す人たちだけ、韓国を話す人たちだけ、中国を話す人たちだけっていうことで、えー、すごくいいメディアなんですけど、残念ながら言語で、まあ、分離されているというのが、今のですね、えー、特徴だと思います。けれども、今の、えー、Google 翻訳とか、そういったものがどんどんうまくいくと、いずれですね、 この言葉の壁も取り払われるのかなというふうに思ってます。まあ、いずれにしても皆さんが狼子をあげるかのように、教育について関心がある人、オーガニック野菜に関心がある人、えー、YouTube を作ることに関心がある人たち、まあ、そういうふうな人たちを、えー、ある意味自分の、英語で言うと Find Your own Tribe というんですけど、自分の同じ種族,じ種族の人を見つけるということなんですけど、そういった種族を見つけるためにも狼子をあげる。 この一つのツールとして、僕はクラブハウスは有効なんじゃないかなというふうに思います。まあでも今でもですね、無言の部屋があって、無言の部屋に入った人たちどうしてフォローし合うとかって、そういうちょっと寂しい部屋もあるみたいなんですけど、まあそれはどちらかというとあんまり意味がなくて、フォロー数スを競うとか、そういう今までのソーシャルメディアというよりは、本当に自分の話に興味がある人たちに来てもらう。これがですね、このクラブハウスを楽しむ、最も大事なところかなと。 いずれにしてもですね、えー、多分今日本は、えー、芸能人とか有名人の人たちが何人かで集まってそしてそれを、まあ、大量に、えー、集まった人たちが聞くっていう構図になってますけどもいずれこれが、まあ、それぞれの、えー、趣味とか興味とかに、えー、よってですね分離していくっていうかこういろんな分割していってそれぞれ小さな部屋になっていくんじゃないかなというふうに思います。その 実際にアメリカのクラブルームハウスはそういうふうになってるんですけども、日本もですね、いずれそっちの方向に行くんじゃないかなというふうに思います。まあ今はね、どっちかというと僕、中学校とか高校時代は思い出すんですけど、えー、クラブでね、キャプテンとか、その応援団とか、なんかモデルやってるとか、親が金持ちみたいな、そういう、その学校のヒエラルキーのカーストの一番上の人たちが、その、えー、とクラスの前で話してて、なんかすごい華やか。 そそしててれを聞い,ているなんか黙々と、えー、ご飯を食べながら、えー、お弁当を食べているその他大勢みたいな「あああのスターかっこいいよね」って「でも僕たちはおびじゃないよね」みたいなそんな感じの、えー、感覚をすごくなんかデジャブみたいな感じで思い出すんですけどいずれ、えー、自分のですね興味関心を一緒に分かち合う人たちが、えー、全くその残念な言葉を超えられませんが国境を超えて知り合っていく、えー、そういうツールになるんじゃないかなというふうに思います。 え、来年なんかはね、クラブハウスで知り合った人とか結婚したりとかして、まあそういう新しい出会いに繋がっていくんじゃないかなというふうに思います。僕、今までその SNS から遠ざかってましたし、YouTube もようやく去年ぐらいから本格的に始めたんですけど、このクラブハウスは、まああの、例えば女性だと化粧しなくていいとか、あるいはまあ男性もそうだと思いますけど、そのなんかシャキッとしなくていいとか、まあ音声だけですからね、 え、ベッドルーム化もできますし、そんなにインターネットの環境がいいところじゃなくてもできるってことから考えると、えー、なんて言うんでしょうね。友達と常時接続できるような、まあそういう新しいツールとして生まれていくんじゃないかなというふうに思います。まあただ、えー、そのためにですね、ラジオとかテレビとか、えー、他の YouTube とか、そういったものの視聴時間がだいぶ減っていく可能性があるなというふうに思います。まあそういう意味で、この、新しい、 音声メディア。これがどうなるのか、僕も注目してますし、いろんな意味でですね、僕も使っていこうと思います。えー、kenhonda a t k あ n と o n d a で、僕のルーム、ルームというかフォローできますので、ぜひフォローしてください。これからですね、通訳なんか入れながら、僕のアメリカ人の面白い人たちと対談したりだとか、そういう企画も,企画も考えてますので、フォローしていただければ、えー、嬉しいです。というわけで、 クラブハウスを YouTube で語るのも何なのかなと思いましたがえ皆さんにえ面白いと思う皆さんにこれが届けばいいなというふうに思いますクラブハウスぜひ始めてください作家の本田健でした